はいこんにちは。えっ、ー、と今回はこちらのお手本をね、えー、と参考に書いていこうと思いますがえっ、ー、と4月から中学生になった方たち、えー、あれですねあのペンに変わってますのでその辺りいろいろ工夫がはじめは必要かと思います。それでですね、あの 意外とこう,始めからこうねずらずらずらっとこう書いていってしまいがちなんですけどちょっと部分部分でねこう一文字ずつちょっとこう見ながらっていうところでいきなりあの全部を書かかなないいいいいっててううに決めてしままのもいいかなと思いますでこういう感じの連続であれば、まあ、この辺りこう一気に書くような感じではありますけど,どひらがなスルーとかだったらここだけ取り 出しててやってみるとかもうそれでしっかりとも形で覚えてしまうようなこの塊でまずやってみて尊重とかね2回出てきますからその違いとか、うん、その辺りとかやっぱり難しいのはこのひらがなの連続になる部分が少し難しいのでまあでも決まった形が多いじゃないですか。ならないとかですとかますとかまあそういうのもねあの普段の ちょっとしたメモとかでもね使えますのでその辺が部分的にできればいいかなと思いますそしてその後でこれをねつなげていくような感じにしたらいいかなという練習法ですねなので初めからこう全部をきれいに描こうなんて思わなくてもいいんだよっていうところでちょっと頭に置いておいてください。ここここに線線ががあるんですよ両端の線がここ こ,こですね。で、真ん中の線がこちらで見ていただくと、これお手本拡大したものです。あ、拡大じゃないよ。お手本ですね。これ普通にお手本ですよ。ここにありますね。で、ここ見てください。この部分ここしっかり残したいです。えっ、ー、と長く出ている部分っていうのももちろん出るんですけど。 全部に広げていかないっていうところを見ていきます。はい、それでは行きます。こう上からこう入っといて、こうきますね。すっ、こういうところは柔らかくキュッとこういう、こういう感じですね。こう置きといて、ここで止まって、こんな感じで少し長めにこちらを持っていきます。そして狙っていく位置としては、 いやいや、うんと下の方が余ってた方がなんとなく上を向いている。斜め上を向いてるような感じで綺麗になりますので、えっ、ー、と下がきつくならない方がいいです。こちらに少し惜しい例としてみあの？書いていくとこの辺りでこうになってしまった場合、これが一番やりにくいですよね。ここをちょっと足さなきゃいけないなとか思いながらここをこういう風うにや。 やっていいいかななきゃいけないペンだとね余計こういうところが出やすいので汚くなってしまわないようにこあのポイントはこれですここの位置が悪かったっていうところですねこの低い位置狙ったところが少し下だったっていうのもそうですしあとはここの線の引き方キュってこういう向きでこういうふうにギュッと入れてしまうとこれどうしても狙ったところより下がりますからこれを。 横の線こういうとこ描くときにギュッてやろうと思わなければいいですこれふわってさせようと思ってもこういうふうにこういう感じで持ってくるそういうふうにするとあまり下に落ちてこないので狙い位置あの上の方にいってくれますでここ調理事例を合わせるようなでこちらがちょっと出ますよねそうですはい実行の「こ」ですね ギュッとこうちょっとふわっとして上がりますそしてここからキュー、締めといてこういうラインですねここよりも少し出っ張りがあまりないかなって内側にへあの引っ込んでるようなイメージでそこからこういうふうに膨らんでギューッとここに向かって強くなります事故そうですね。力の加減で言ったら随分こちらの方が強いですよ はい、本いい本です。こうして上からこうきますよね。でここにぶつけるようにこのラインで持ってこれるといいですね。こうしてスッとここにね。こうスッときたら結構直線ラインですこういう感じ。さでここからの。 こういう風に今ちょっと大げさにやりましたけどここの感じをどうやって出すのかっていうとここ最後こう引きましたよね本のねここね最後の一本引いたらスーッとこのまま降りてきて下からグッと突き上げるようなこの動きはあのできるといいですねこれかっこいいとこですました、ね、忘れてましたこここう引いといて で次こちら側「立つ」という字ですけどこれも直立にあんまりしない方がいい方がですねこういう風に左と右ってあった時にやっぱりこれ少し崩して書いてるんですけどこういうラインでなんとなくこちらはぶつからないように控えめな感じが見えますよね。で右側しっかり出してこの辺の部分とこちらの作り部分でこういうラインができるような。 それをあの持っっていきますここからこうそしたら、えー、中心にこうのせるぐらいのところでこうしといてトーン1個目はこう内側にこう向かうような感じですね。ねで優しくから強くなるようにスッと持ってきて次がぐっとしっかり当てといてからこうスーッときます。そしてギューッとこちらなるべくギュッと持ってくるように長さを出したい。うん でこちらはねこれがあるからいいですよね。さあで時々なんですけどこういう風に上からちゃんと見るようにずれてないかなっていうのとどっか変な風に曲がってないかなっていうのを、うん、チェックしましょうその塊ごとに練習するっていうのはまたそこであのちょっと上から見るいい機会をね そう自分の中でそういう癖づけをしておくといいですねあの頑張って一点集中でずっとやってるとどうしてもそこが見れなくなってしまうので気をつけましょうえもう一度自分の字というあのこれきますねちょっと膨らむような感じねこれね あのその方がこう,こうちょっとこう囲むような感じを持ってくると優しさがしっかり出ますね。でまた2回目っていうのもあってあれかな、あのー、同じのはあまり繰り返さない少し少し2回目の方が崩しが強い方が綺麗です。こういうふうにしといてこう持ってきてまあ一応払ってはいますけどねどのくらい崩すのかっていうのもまあ あまりいきなり初めからやんなくてもいいかなっていうところですのでちょっと少し行書っぽいなっていう要素が感じられる程度で今はいいと思います。えーじえー、自分をですねここ払って本来はもうこういう感じで行きたいな本当はもうちょっと右に行きたかったかなーっていうのありますよねここ行きづらいですもんねこうね。 ということでこちらからこういう何となくしたからこういう感じつながり方によってはまあこ,これこういうふうに持ってきたりもしますよねそのその時によって少しその辺りは変わったりしますけど基本的なところは変わりませんけどねそのつながりの部分をちょっと考えるとうん変形変形というかちょっと変わったりするところが出てきますえっ、ー、とねそれから 尊重というのねね回出てくるんですよ、ね、だから1回目ね1回目あんまり崩しちゃうと2回目うんもっとやんなきゃかなって思っちゃうから少しにしておきましょうこういうところ横の線12ってあるものに関してはどんどんってこうつなげるようなそう。 感じですねあんまり難しくしなくてもいいんですけどこうしておいてとこの点に行くこの動きとかこういうとこの角度を大きく取るんだよっていうところとかはあのしっかりつながりを出すっていうところで行書っぽさがやっぱ出しやすいのでさやるといいですね。でそれからこっちはね私ちょっともしかしてちょっと崩しすぎたかなどうかなってところですけど。 もうちょっとしっかりめに書いてもいいかなって思いましたまあまあいいですけどねこうしといてとこのくらいでもいいかなっていうふうにしてやっぱほらこことここ今見てもらうとこれとこれね同じ字でしょあんま差がないというか同じに見えるので少しこちらあ書いちゃったこのくらいな感じにしておいてこっち持ってこようかなっていうふうに 何パターンかというか、まあ、あそんなにか、うん、変わりないからあんまりあれなんですけどちょっとね差があると綺麗かななんてね思いますするですねするはもうこれ塊で覚えましょう、えー、それからほらこういうところの感じとかっていうのは本来はほらるって言ったらちょっとどっかに書こうねうんとこれでいいか。 いいらない髪ちょっといらない髪。こうしてあのいけないあいけない例っていうかうんとちょっと書いてみますこうしておいて普通の感じで言ったらるってこういう風にこういきますよねなんとなくねこう上がってるようなこういうラインこれがここから来ることによってこういう風うにテロンってこう落ちていくような そういうい感じに変わってるだけなのでこう自分で練習する時にえこういう線かなそれともまずはこう,こうかなとかいろいろ考えながらこうやってみてでこうきてトントンってきたらルンに行く時にはこっち向きに落ちるのかなとかもうこういうところです力の加減はどうかなっていうところとかでもし手を離すとしたらどこかなっていうのも。 答えはこここなんですけどこう来てこう来てこう来てもし休みたいならここで休みましょうここまで行くこんな中途半端なとこでいいのって思うかもしれませんけど巣のここで休みたくないんですよかといってここもなんかねちょっとこういう柔らかい部分でもあったりするので。 休みたくなくくなててここまで来ちゃってくださいそうするとスッてなってるこの部分これスッてあのやっていいので結構勢いがあるあの線ですよねでここからこういう風につなげていくようなそんな感じです。とその休みを入れるタイミングっていうのもやっぱりこう手でこう同じ位置で書いてこう書き続けてるとあの辛くなりますよね書きにくくなるっていうか。 そのねところをうまく調整をしたいですねはいでは「す」こうきてトントンってやったら先ほどのこうですすっとここでこう、うん、で位置を整えたりするのは今ですねでこういうふうにこんな感じですね,でねこの行ちょっと下がね詰まりやすいんですよ「する」 以以上上に、以上に、もうちょっと上に行きたいななんて思いましたので「る」の終わりここからこういうラインでってこちらに行きます。と行ってグッと一旦入れてからこうでトンでこちらにジャンプしてトンドン強くギュッと張っていくようにこうギュッとねここが強いところで跳ね返す。 えー、そしてこれは普通の書き順でいいですねこちらからあ違うわこれはねこのお手本はこっちから書いてますね「上」っていう字はあの書道の中ではいろんな書き方ってギュッてきてトンからの「す」ってこちらに抜いてきてこういうラインこれで OK です。 もちろんこう縦,縦先に書いてもいいですよあの。いけないことないのでこうこうこうでもいいしこうこうこうでもいいしあの見せ方にあのここねこのライン綺麗ですよね。私もこれ結構好きなんですけどあとは筆で書いたりする時にこっからこういう感じのこういう書き方とかも。 こうやったりしますね2がこうに来て2はちょっとこちらにこう出ていくような動きがあるといいです止ままりそうなので上に行きます、えー、あ先ほどの、えー、っとここにちょうどあるんですけど見えるかなこの「暗い」という字のこのね辺の部分こちらギュッと入ってスッと持ってくるようなこれもう一度ありますのでそこ。 今の点を打った後こうに来てスッと当ててギュッと直線ラインですねでちょっと短めにこれは、えー、とこういうラインでいいですあまりこう差がなくてもいいぐらいなのでこっから近いところから入りますこの辺ここからこういう感じでここに来ましたよ。 ととといい、て、てふわっとさせて意外と短くしたいここはね。ここが長くなると下のこれが長,長さが強調できないのでまずはここをあまり長さ出さないようにしておいてここからこういうラインで斜め、ちょっと斜め使うといいですねこう狭いから。 ここにぶつからないようにここにちゃんと隙間ができること隙間大事なんですよだからここの隙間とあとこちらもでこういうラインです柔らかく少しカーブしたような感じで持ってきておいてここから一気にギュッと持ってきますで跳ね,跳ね返るような感じですねでその跳ね返りを受けて人という字ギュッとこんな感じです でもこっからのどんどんはい尊重しなければならないえっ、ー、とまた来ましたね尊重というこれですね先ほどのよりもちょっと柔らかめにするためにえーとねまず 会所で書いた場合の村長トントンこういうラインですよね。で、こうしといてこう入れてこう。で、一番長いこれ。で、こうしといてこういう感じ。で、こういう感じの字なんですけど、これをえー、っと1個目のところではこのくらい。 崩しましたね。ででもここの1点目2点目っていうこれはこのラインですよねこれね崩しがちょっと強くなってくるとこれ逆転してきますここを上からの流れが強くてこういう感じになるんですよトーントーンってなるんですけどちょっと下がってきといて下へ行ってぐっと上がってくるで、その時に 潰しちゃいいけないこの場所こういうところこういうところっていうのがしっかりと隙間ができるようにしたいのでその辺力の抜き加減がねこうねあの大事かな。とんすっとしてまたクッと置いてからのすっとどういうラインで持っていくかにもよりますよね。とんとん。ト で、でと。そそして次もそうです。ここなんていうのはこの会所のやつ見てもらうとこちらから打ち込んでキュッっていうこういうラインなんですけどそれが丸くなってる。ここよよくくく見ててださい。ななんとなくこちらからかううう囲うように来てる。ってことはトントンってきた、キュッってきたらここからこうですねこういうラインにこう持ってきといてスッと。す ときてこう,そうここの入り方あの難しく感じるかなちょっとそうなのでここからのこうですね囲ってスッとしといてキュでここはトントンってやったら12次は大きく3ってきといて先ほどのこれと一緒ですねトンこんな感じです そうでさっき言ったここの四角い部分のこのテロンっていう感じ内側向いてるようなこれねこれここにも同じの出てきてますねここも同じようにやりますこっからこういうラインで持ってきておいてこのままこうですで、このあたりで一旦落ち着いてそしてまたこういう風に持ってくればいいかなトんトん。 真ん中貫いといて左出してこういう感じでちぐはぐさせるといいです。うん。しな随分これきついねきついなと思っちゃったんですけどしな。 えまず「ケレです「けれ」えー、こういう風にしておいて柔らかくまっすぐこうしたらこのままレに行くんですけどちょっとこう払ってもよかったかなでキュッキュッとやってスッと持ってきたらこれスッと持ってくるところっていうのは力抜けてますからねそうまあボテッとしたくないので。 ゆっくり描きたいなら、えっ、ー、と、細めなものを使った方がいいですね。今の感じぐらいでも、私はこれ0.5ですけど、結構じわっとするタイプのものなので、意外と太く見えるかな。キュッと内側きて、ちょっと紙がちょっと汚れちゃってあれですけど、しなければ、 そう。なら。ながいっぱい出てきますね。あのこの2次頭痛ですよ。ならまずならぎュッぎュッとこう。着といてと。内側しっかり入っといてこうでそのまま裏に点に行きます。これこっからこう本当はここ。ここもあんまり休まず、そのまま行っちゃった方がいいんですけど。奈良 1> 1 3休むとこないんですよねこれね。なーいこういうラインでこここことかねそうあの跳ね返ってあの跳ねてるっていうんじゃないんですけど力抜けてるからあの,あの変にわざとらしくないっていうかな <laughs> っていう風なのが作れればいいですねなんか実践みたいになるとちょっとわざとらしくなっちゃうので。 そういうふうにならずに、やっぱ自然な感じがいいです。はい。そしてこんな感じですね。あ、中学生のお手本なので、こちらはちょっと書いておきましょうか。中という字、これ何度も書かなきゃいけませんけど、これもこうあの一角目ちょっと大きめにしておいてキュッとさせて、こういうとこの隙間をこれねしっかり取れるようにします。 そして真ん中貫かなくていいので右寄りでいいですよこういう感じでこうきてくださいで、じゃ3にしておきましょうか1 3でこういうふうにあった場合は2角目と三角目がつながるような感じで持ってこれると自然だし綺麗だしやりすぎた感がないかなって思います全部やっちゃうとねなんかねうんなんかちょっと変かな まあ、そうなっちゃう時もありますけどね。ねはい